鉄筋工房へようこそおいでくださいました。今回の動画はスマホのバッテリー寿命を伸ばすため充電時の効果的な放熱方法を考えたものです。このグラフはリチウムイオンバッテリーの特性を表したものです。縦軸に電池容量、横軸に充電サイクル数を取り、バッテリーの充電温度の違いによりどのように変化するかを表しています。緑の線は40度 C で充電を繰り返した場合で、青い線は25度 C で充電を繰り返した場合です。ご覧のように、25度 C のバッテリー容量は、40度 C のバッテリー容量よりも、最初は少ないですが、充電回数が増え、約150回くらいで、同じ容量となり、その後は、逆転しています。なので、バッテリーの寿命を、伸ばすには、充電温度を低く保つことが、重要になります。そのためには、熱くならないようにちょっぴりずつ長時間かけて充電するか、発生した熱を速やかに除去するかの2つの方法がありますね。この動画では、後者の熱を除去する方法をご紹介します。まずは、巷で評判の10円玉放熱。結論から言うと、あまり効果がありませんでした。乗せた10円玉が温まってしまうと、その周りは空気層なので、乗せていないのと同じことになります。効果を上げるには、1000円か2000円分くらいの大量の10円玉を表面の空気が流れるように配置すると良いかもしれません。そこで、放熱アイテムとしてどんなものが売られているか、ちょっとネット検索してみます。これは、多分アルミ製のスマホケース。電子部品メーカーが本気で作ったみたいですが、アルミ板の周りは空気層なので、10円玉を置いたのと同じことだと思うので、怒られるかもしれませんが。効果はないでしょう。次に見つけたのがこれ、ファン付きスタンド。強制的に風を起こして、こもった熱を除去します。これは効果がありそうですが、ファンを稼働させるのに電力が必要。さらに検索、なんかかっちょいいスタンドを見つけました。アルミ製みたいです。斜めに立たせて充電するので、スマホ両面の熱は、自然に上に流れて熱がこもることはなく、さらにスタンドがスマホの熱を奪うので、効果があるかもしれません。そこで、さらに効果を上げるため、ヒートシンクを合体させたらどうだろうと思いつきました。ここで、ちょいと豆知識。いろんな物質の熱伝導率を見てみましょう。熱伝導率、単位は、ワットパーメートルケルビン。ヒートシンクで主に使われるのは、銅とアルミのようです。銅は403、アルミは236。銅の方が倍近く伝導率がいいですね。ちなみにダイヤモンドはすごいですね。何位のがカーボンナノチューブ、3000から5500、低い方では、木材が 0.2 くらいで、空気が 0.024。充電している時のスマホの周りは、保温材に囲まれている状態です。ヒートシンクの材料は、圧倒的にアルミが多いようです。理由は、柔らかくて加工がしやすいことと、この表の通り、価格が安いことが挙げられます。以上のことから、アルミスタンドに、ヒートシンクを合体させた、充電スタンドを作ろうと思います。制作前に、いつものように簡単な漫画を描きました。まずは材料集め。実は、ネット検索で表示されたヒートシンクを見ているとき、随分前に壊れた、ポータブルミニ冷蔵庫が、押し入れに眠っていることを思い出し、期待して分解してみたら、大きさがバッチリのヒートシンクが入ってました。こちら側にスマホを乗せようと思いますが、少し段差があるようです。効果的に放熱させるには、できるだけスマホとヒートシンクを密着させる方が良いので、少し削って平らにします。はい、削り終えました。画面上、秒で終わってますが、3時間以上ゴシゴシやって、数日筋肉痛になりました。あとは、これを取り付けるスタンドの作成ですが、見た目を気にせず、アルミ板線を使って簡単に作ってみました。ちょっと簡単すぎるかもしれませんが、なんとか斜めにスマホを保持できるので、これで良しとします。それでは、ヒートシンクを使う前と後の温度変化を確認します。容量 10% から約 0.9 アンペアで充電して、現在容量 55%。一番温度が高いタイミングだと思います。机の上の温度は、16から17度。そして、スマホ表面の温度は、26から27度。約10度の差です。
机と接しているスマホ裏面は、表面より2、3度高い状態です。この状態から、ヒートシンクの上に乗せてみます。ヒートシンクの温度は、16度前後。スマホ表面温度は、26度前後で、当然ながらさっきと一緒です。この状態で、10分ほど放置し、どれだけ冷却されたか確認します。10分後の机の温度は、変わらず16度前後。スマホ表面温度は、22度くらいで、4度ほど低下しています。ヒートシンクの温度は、2度ほど上昇。スマホ裏側は、表面よりも少し低い状態で、効果的に放熱していることがわかります。効果として、ヒートシンクがなく、机上に置いて充電した場合、室温との温度差は、約10度。ヒートシンクを使った場合の温度差は、約5度という結果で、効果が確認されました。測定した季節は真冬で室温が低く、ヒートシンクなしでもそこまでバッテリー温度は上がりませんが、夏場だと、劣化が進む温度になり、より効果が発揮されると思います。基礎知識として、スマホは賢いので、充電時の温度が40度を超えると、保護のため充電電流が抑えられるそうです。また、充電時にアプリを使うのが一番負担がかかり、劣化を早めることになるそうですよ。おまけですが、ヒートシンクはネットで数百円くらいで、販売していますが、お近くの電気屋さんやホームセンターではほとんど見かけません。よく見かけるのは、写真のようなアルミ製のチャンネル、コの字アングルとも呼ばれます。これを適当な長さにいくつか切断して、瞬間接着剤などでくっつけると、性能は多少劣りますが、お安くヒートシンクが作れますよ。以上で動画は終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。